こんにちは、加藤沢子です。今日は天皇杯の準決勝にやってきました。そしてなんと今日もアミちゃんと一緒です。お願いします。2回目の観戦だよね。ね、2回目だ ね、 ね、ちょっと今日は観客の上限がないということで、今のところ3万2000枚チケット売れてるみたいで、すごいね。すごいよね、早速チケットをまず発券しに行こうか。はい、行こう行こう。ゴーゴー。じゃん、チケット発券してきました。早かったよね。うん、めっちゃ早かった。ちょっと早速スタジアム行こうか。行こう行こう。母ちゃん、今日の試合の見どころとかってどこなの？相手セレッソ大阪で、準決勝負けたらまあ敗退なんだけど、互いに有終の美を飾りたいっていう思いは一緒。そこは結構見どころの一つだと思う。じゃあもう暑いね今日。もうすぐ、ね、キッチンカーが見えてくると思うから、試合の前に食べるご飯ちょっと選ぼう、ね、選ぼう、何食べたい？道中にもお店たくさんあったんだけど、迷いに迷ってここまで来ちゃったんだよね。来ちゃったね。どっちも美味しそう。ケバブ焼きそば、ケバブサンドの辛口と、あと明太マヨポテト1つ。はい、お待ちどうさま。ありがとうございます。落とさないように持っていかないとね。気をつけて。じゃあ席行きましょうか。行こう行こう。着いたね。結構人入ってるね。うん、着いた。母ちゃん欲しいのあるの？なんか欲しいって言ってたよね。タオルかタオルマフラーを首に巻こうかなと思ってて。あ、いいね。ちょっと並ぼうと思う。うん、並ぼう並ぼう。タオルマフラーとヘッドバンドの赤。始めました。よく18番のタオルマフラーとヘッドバンド。あ、いいね。買いました。いよいよゴール裏すごいね。ね、すごいね。ケバブを食べながらまずは見守りたいと思います。はい。いけ、いけ、秋元、秋元、イエスイエスイエス。うわ、秋元、秋元、ご飯美味しい？美味しい、美味しい、美味しい。しかもなんか見ながら食べられるからちょうどよかった。これでよかった、前半すごかったね。ね、めっちゃ盛り上がったね。なんか転生するとはちょっと嬉しくて、もうめっちゃガッツポーズしちゃった。ね、後半も楽しみだね。楽しみ。入った。
ね、2対0小泉選手のゴールも良かった。ね、良かったね。じゃあ次もまた来ようね。ね、また来シーズンかな。うん。ね、一緒に行こう。ね。